ギュスターブ・ロワゾーは、フランスの画家である、ポスト印象派の画家の一人とされる、パリで生まれた、ポントワーズ出身の肉などを扱う商人の家に、生まれ、子供時代は、ポントワーズで育った。15歳から肉屋に、見習いで働いた後、パリに出て、モンマルトルで画家のフェルナン・キーニョンと知り合い、キーニョンから絵を学んだ。その後、パリの国立高等装飾美術学校で学んだ。 1891年からキーニョンの助言に従って、ポール・ゴーギャンを含む多くの画家たちが集まっていた、ブルターニュのポンタバンで夏を過ごすようになり、友人のマクシム・モーフラやアンリ・モレー・ミール・ベルナールらと、ポンタバンのペンショネ・グローネックに滞在した、ポール・ゴーギャンのアドバイスを受けた。ポンタバン派の画家たちがカフェ・ボルピーニで開いた、印象主義及び、総合主義グループ展には1894年の、 第6回から第8回まで出展した。歌唱のポール・デュランイコール・リュエルと契約して、ニューヨークの展覧会にも出展した。天描技法もしばしば用いて、ブルターニュやパリの風景を描いた。ありがとうございます。